言われたくねえな。ひたものに言われたくない。LINE とかでめちゃくちゃなこと気持ちになれる。つい穴開いたの。上位打線最低。か、下位だ。下位だな。1、2、3番最低。何大遅刻してるんだ。2番、今日頑張ってんだから。何対何すか。ずいぶん取られてない。2対4最初のヒットだけだから、ね、今結構3点でもライトの方に、まあ、ライトの面白いところに打たれてる。これのまま行くとドリンクバー絡んだんじゃない。だし絶対ドリンクバーライトライン際セタ前で外野まで飛ばないから絶対ドリンクバー売り切れになる。ライトライン際でいいよ。押す奥なんかじゃないですか。違う大振りになってる。大振りになっちゃってる。なんかやってよ。すいません、多分なんかやって いつものやってよ。なんかやってよ。怖っ。いつものあんま決まらないやつやってよ。いつもの あんま決まらないやつやって。いいよやって。あれ決まらねえよ。おっしゃる通り当たる前に走っちゃダメだやっぱり。でも諦めない。追い込まれてから勝負。あー、負けちゃった。あぶ、ぶつかる、ぶつかる。負けちゃった。ダメだよ、味方が焦っちゃう。あははいじられキャラだから。いじられキャラ。最低。俺思うんだけど、当ててから走っても多分大丈夫だと思うけど。マジですか。多分間に合うと思うよ。最近決まんないんで、ね、最近じゃないよ。田島さん来たから。あ、田島さんも来たんだ。そうじゃあ田島さんも入ってもらって。じゃあ田島さん、加賀さんの次だね。次だよ、次の次だよ。うん、次の次だよ。アジマさん何？カンダバス？カンダバス？あ、これもあるよ。カンダナ？首都高でしょ。首都高？池袋まで混んでたもんね。今日だってほら3連休の初日だから。全然動かなかった。3連休だから池袋までずっと下で行っちゃったんだ俺。飯田橋入れなかったもん。3連休もあるし、祭りもあるし。やべえ、もうこれ完全遅刻だと思って、到着時刻7時半だった。カットバス来たよ。7時5分に着いた。25分短縮したよ。下？ずっと下なの？いや、池袋まで下で行って。あ、そっから乗ったんだ。高島大学。ライトライン際でいいよ。ああ、泳いじゃった。あらららら、アウトだね。全ダメっす。どうも、頑張れ。あんなもんだって、久しぶりでしょ。おいくつなの。若いんだよ体型が。何が同じなの。前だ、前。逆さにしても違うんじゃない。どうも、頑張れ。さあ、カー君、楽にね、楽に。アナウンス使われないから死ぬぐらいじゃん。本当だ。ね、あけ。あるよ。あるある。諦めてる。ある。もうけ。田島さんに回ってきた。出たかったでしょ。出たくない。相当状態悪いみたいよ。宇佐美先生今何があったんすか。相当状態悪いみたい。ボテボテすぎ。はい、ボテボテすぎ。なんでそんな痩せてんの。わかんない。ボテボテすぎちゃう。バントみたいな感じだ。あ、でも出たんだ。出た。あ、熱すぎる。飲み物あります？大丈夫？これでよかったら。壊しまったほうがいいよ。使えよ。
せっかく来てくれたのに。優しい。来週も来てくれるの。やらしないと持ってないですからね。違う。駐車場に休み変わっちゃったんだよね。休み変わっちゃったんで、今日たまたま休みで来てくれたんです。まあ販売はしょうがないよね。サービス業。知った気になってよ。私の何知ってんだよ。ナイスナイス。あれもう待ってた。はい、さあここで、さあ、もう先生頑張りますよ。まさか、まさか。これ言ったらだったら、これもう今日大変だね今日。出なそう出なそう今日。言うよ。終わっちゃいます。スタンドスタンド。言われちゃうよ。あ、バット違う。そうそうそう。ニューバット。中国産。今日走ってる、実は走ってる。実は走ってる。だんだんなんか遅れて。タジタジスタート遅いから。リレード。リレード。めっちゃ理解しとき。いや打点も取れるよ、打点も美味しいよ。プレッシャーかけていて、あーちぇ見てる見てる、これだこれ入ってる、うん、しかし熱い、熱いですね。何もあれで投げて、どうしよう。さあ、上瀬先生、1本で1本、実は阪神になります。あ、本当だ、いい当たりだった ね, ね。ちょっとフォアボールなんてなまさかないよね。フォアボールやるかやられるか許されない。お、あれ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 、今の絶好球だよ、今のね、小川先生やじられてるの、味方に。いつ打つの。今でしょ。同じ逆から。後でしょ、あとでしょ、あとでしょ、あとでしょ。おーっしゃー、出た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 、いっちゃいっちゃい、出た出た、よかった出たね、はい、もちやこっち、よかった、はい、もちやこっち、待望の一発、はい、なんだよ、早くて、よかったね、顔からあと止まらない、よかった顔じゃないの、顔じゃない、あんま動いてました、あんた、あんた、すごいじゃん、よく動いてないとまずい。でもさあ、千葉先生、頼みますよ。それで？それで空手やってんだろ。痛いの。クラッチ握って筋肉ついてどういうこと？重たいぞ、クラッチ。重たいぞ。クラッチ。なんかあるんですよ。何周しやん。いつ限定会場？いつ？あと5000一発？教習所？まあ教習所何時間なの？12時間でいいの？はい、で試験場にそれを持ってって、で交付するわけ、まあ？試験受けて、その他に試験受けんの？いますよ、あのあれ、あの教習所の中で、ああバイクの？はい、筆記試験はね。工藤君とこさ、明日試合あんの？取れますよ、全然。そうだよ。そうだよ。あれ、明日暇なの？サップ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 。彼、工藤君、ちょっとこの人が話し合うんだって。9時11時。はい、暇だった。暇だこい。江戸川。あ、彼は地元の近くで。朝が空いてっから。結婚して出なくなっちゃったんだよ、彼。なかなか。明日、こもりな。そう、こもり。なんなら、真面目になっちゃったね。隣、相手が隣の人だから。隣の人が相手なんで、そっちの。110馬力。110馬力って、車乗れよ。やばいっす、ナイスで。でも俺たぶん、結構400とか、お前乗ったら400とか、すみません。スクーター売ったんですか？スクーターもだいぶ前に、400を売って、9対4。その400を売って、重くね。でもあれ、そこコンビニ行くのも辛いでしょ。大工、あのね、8時半過ぎた大工鍋だ。原付あるんだよ。8時半ってもうあと10分じゃない。
多分ライクにちょっと1イニング行ってもらおうかな。新車で買った。ああ、名前。川崎の、あの前乗ってるやつの雪やつ。さあ次は今普通に走ってきたけどバッター誰だ俺だ、はい、4番4番あれなん今フォアボールフォアボール2-3じゃないですか2-3じゃないあ押し出しってことそう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 押し出し今や伊藤さんも打点なのかなさあ、バッチも一本ちょっと狙ってるよお互い、取り合ってるいやーぜうんおよある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 はい、じゃあ行きましょうかはい、得点3点ですツーベースは残念だったはい、ごめんごめん終わっちゃったね誰もいないところに誰もいないところに行ったよ待って、勝負ことなくていいよ守りました監督だけ残っちゃったよさあ、勝負かあ、はい今2点じゃないですか2点2点だった点だった来たら守らないからでしょ今小川さんは入ってないから小川さんは入ったんだよね俺だってサード確かあ、違うか違う違う、俺今ホームインはしてないホームインはしてないボケだボケだあれ、小川さん出ないかいや、交代交代しようかあ、小川さん来たあの俺も疲れてるんで。